実験大好き MNO です。今回は以前紹介いたしました2メーターの4分の1ラムダ GP、 これを強化するためにラジアルを3本から8本に増やしてみました。このラジアル本数を増やしたり角度を変えるとどのような影響があるのか実際に動画として撮影してみました。てな治療口約2メーターのところにね、4分の1ラムダの GP セットしております。で、同時ケーブルの長さをね、構成した都合でちょっと短くなっておりますので、こういうようにね、給電部の直下に今回はね、アンテナアナライザー取り付けております。じゃあこのセッションではね、こちら方のラジアルをね、まず3本に固定させていただいております。で、このラジオをね、3本固定いたしまして、こちらの方の角度ですよね、角度を90度、45度、30度、この3つをね、用意しております。で、ここで一番ポイントになりますのが、まず共振周波数、これがどう変化していっているのか。で、あと SWR の再装置ですよね。で、それよりももっと重要なのが、この給電部のインピーダンス、このね、3つのポイントをね、見ていただければと思っております。ラジアル3本、角度90度、共振周波数 154.3、でインピーダンスがね、およそこの、ね、低いところがね、ちょっと違うんですけどね、このような形でインピーダンスの、ね、一番低いところが25オーム、 SMR のね、一番低いところがね、40オームになってますけど、角度45度3本で、共振周波数149で、インピーダンスがね、低いところがまあほぼ56オーム、これはね、SWR の最低点もインピーダンスの最低点もね、ほぼ一緒やと思います。そして 1.5、 155.6、 142.6 になっております。ラジアル3本、角度30度、共振周波数 144.6、 インピーダンスがね、ほぼ60オーム上がってきてますね。で、 1.5、 140.98、 152.30 になっております。このセッションではね、こちらのラジアルを1本、で3本はね、先ほどやったやつですでに紹介済みですので8本、合計こちらの動画の方でね、2本紹介させていただきます。その時にね、もう一つこちらの方のラジアルの角度ですよね、これにつきましても90度30度2種類用意させていただいております。ここでね、一番見ていただきたいのがこの共振周波数の変化で、先ほど同じくね、SWR の最小値とその時のまあインピーダンス、これものすごく重要になります。で、あとSWR 1.5 以下の帯域がね、どんな感じになっているのかもね、ちょっと見ていただければ、このラジアルの本数のね、重要さっていうのを分かっていただけるんじゃないかなと思います。ラジアル1本、角度30度、 148.40 ですね、インピーダンスが60オームぐらいでしょうかね、低いところ。そして 1.5が 145.30、151.40 になりました。ラジアル8本、角度30度にて実際に、ね、共振周波数を測定してみます。共振周波数 143.8 ぐらいですかね、インピーダンスも55かそこらだと思います。 1.5 がね、 135.9、 151.12 になっております。ラジアル90度1本、こんな形ですね。少しだけ共振周波数とエスラバーンの最低点とインピーダンスの最低点が異なると思います。共振周波数 149.8、 インピーダンスの一番低いところがおよそ30オームぐらいでしょうか。で、 1.5 が145.98、 153.6 になっております。ラジアル8本見ていただきますとね、共振周波数 SWR の最低点とインピーダンスの最低点が違います。とりあえずね、インピーダンスの最低点のインピーダンスがおよそ20オームぐらいになっております。で、SWR の方の
基準の共振周波数ですけど 155.7 に 1.5 が 156.7 に一つがね 153.13 ぐらいになっております。今回簡単にまとめさせていただきます。まず今回ね、実験した内容で一番重要なのがラジアルの角度が大きくなる場合、まあ、大きくなるっていうのはね、ちょっとこちらからのね角度で表現させていただこうかなと思うんですけど、こちらからのね角度で測りますと、大きくなればなるほどインピーダンスが下がってきます。ですので通常ですとね、だいたい教科書を見ますとこういうのがね、ここ9、こちらからですね90度がね、だいたい4分の1ラムダの GB のね標準じゃないかなと思うんですけど、この時のインピーダンスがだいたい25から30オームぐらいってね、何かの本にも書いてあったと思いますので、これはねやっぱり実験の通り当たってたんじゃないかなと思います。給電部が90度のまま、ここはね90度ですと同軸ケーブルで直接給電できませんので、わざわざね直接給電できるようにここの角度を、まあ、狭めていくような形、まあ今回はね一応30度ぐらいが一番良かったんじゃないかなと思うんですけどね、ここ30度までしますとね、ちょうど50オーム前後になって同軸ケーブルと接続できますので、非常にシンプル、故障もないとロスもないというのでね、結構ここが30度になった理由っていうのがね、ここの角度によって同軸ケーブルのインピーダンスとマッチングが取れるからっていうのが一つの理由だと思います。あともう一つですけどね、今回テストした内容でラジアルの本数が増えると何が変わるのか、まあ、このラジアルっていうのがね、まあいろいろな考え方があるんですけど、実はね、まあ、ラジアルイコール、まあ、アースですので、まあ、読み替えますとね、アースが良くなるとどうなるのかっていうのもちょっと捉えたいというので、やっぱあのアースの良し悪しっていうのは判断難しいんですけど、ラジアルはね比較的簡単に作ることもできますので、まあ、今回このような形で実験させていただきました。まあ、角度の方もね、こちらの方の角度が、まあ、90度ですね、ここですね90度、30度ってね、ちょっと2種類用意したのも理由がありましてね、まあ、ここにも記載させていただいているんですけど、まあ、90度の場合ですとね、なんかインピーダンスが下がるっていうのが結果的には1個から2個3本ぐらいまではねそこそこ下がっていくのを確認できました。ただそこから向こうはねずっと平行線で、やっぱ一番大きかったのが1から2本ですので、まあ、メーカーさんがね、なんでラジアルを3本か4本が多いのかっていうと、まあ、4本以上増やしても、まあ、あんまりここのね効果が出ないからっていうのでね、3本4本のねアンテナが多いっていうのも一つの理由じゃないかなと思います。であともう一点ね、こちらの方ですね、共振周波数、まあ、こちらの方もねよくありますのが、ラジアルの本数を増やしていくと共振周波数が下がってくるよっていうのもね経験された方も多いと思うんですけど、これもね今回実験しましたら確認することができました。あともう一点気になりますのがね、この 1.5 以下の帯域、まあ、これもね比較的地味なんですけど、特に越着ですとね、これがね広い狭いで結構ね効果が異なってきますので、これもねやっぱり本数が増えるほどここの帯域が広くなるということが分かりました。はい、どうだったでしょうか。まあ、今回このような形で比較的簡単に再現できるラジアル、これの本数と角度、これをね変化させていろんな状態確認してみました。できましたらね、これらの結果が、ロングワイヤーアンテナでよく使われておりますアース、これの良し悪しのね判断するための材料に使えないかなとか思っております。またこの辺はねもう少し実験を繰り返しながら探求していきたいと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。